完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。 Get out!
しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。 助けてください。私には、この世界を変える場所がある。助かりました。同じ班の人たちを見失ってしまいまして。怪我はない。ならすぐに動く。 命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら石川塚、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる？ アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。 今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、 私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。
仲間を集めよう。戦わなければ勝てない。 奪還するんだ。本部、やってみるか。みんな行こうぜ。
ければ勝てない。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。わかった、みんなやるぞ。俺たちはみんな食われちまうんだ。本部が危ない。もう長くは持たないぞ。死にたくなければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。結構中なんだ。本気なの？わかった。みんな、行きましょう。カッサバイデル。戦わなければ勝てない。貴様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。
き延びて僕は決定台に入るんだ。死んでたまるか。頼んだ。落とした。任されました。やってやりましょう。人類の怒りを思い知れ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だ。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。
かすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。